チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは、お久しぶり。今日は、アニメアニメ大好きなアニメの話をしたいと思います。前2年前ぐらいに撮ってたのは外国人に大人気アニメってのことで話したんですけど、実はねこのパンデミックの後から結構変わりましたんですよ。やはり10番目ね、ファイルフォース、日本語であれなんだっけ、マーサー永遠の消防隊。私もコスプレしたことあるんですよ、主人公。イエーイ、すごいね。2年前の TikTok ハロウィン、そう、主人公させていただいてます。こんな感じです。あんまりダンスに合わないでもすごい嬉しかったです。9番目ね、これはアメリカとかヨーロッパによってちょっと違うなんですけど、鬼滅の刃でございます。さすが強くなれる。鬼滅の刃は私の世代の犬夜叉でした完全にそうです。その血だよ。なんか鬼滅の刃を見て、わお、ジャパニーズサムライになるんですよね、どっちかというと。うわー、かっこいいとか、何の、これ漢字何の意味とか、これどういうこととか、京都風へ京都に行ってみたいとか、もう完全に昔の犬夜叉と同じ気持ちで、今、鬼滅の刃新しいジェネレーションを見てます。だから、その日本のことをもっと知りたいんだったら、やっぱり、まずは鬼滅の刃ですよね。それですっごい大人気になりました。8番目。これはね、ちょっと意外だったなんですけど、確かに TikTok、アメリカで TikTok すっごいバズってたのは、かぐや様です。Love is War。あるんじゃない？チカちゃんダンス。チャンチャチャンチャチャラチャン。チャチャラチャラチャラチェイトパーズ。このアニメ知らないのに、チカダンスは知ってる方がいっぱいいるんですよ。私の世代といえば、東方でした。東方でした。チールのとか、みんなコスプレイベントに集まって、チールのの、踊ってみたやってたんですよね。バーカバーカ、バーカバーカで。懐かしい。で、今はかぐや様みんなで踊ってみたりとかはしてるんですよね。私もアメリカに行った時も見たんですよ。それはちょっと意外だったんですよね。どっちか、正直個人的には意外だった。で、7番目はね、今にも日本にすごい大人気は、東京リベンジャーズ。簡単に言うと、ヤンキー。ふわー。ヤンキーかっこいいやなーってな感じになってるし、最近、個人で、結構アメリカに、大人気になってる VTuber はね、ヤンキンですよ。で、ヤンキーですごい東京リベンジャーズっぽい、一緒も来てるし、昔の、どっちかっていうとね、今新しい時代はわざと昔日本のことがすごい興味を持ってきてるんですよ。ギャルとか、ヤンキーとか、その侍時代とかは、だんだんに流れてきてるんですよね。イタリアとかもそうだったし、アメリカにもそうなんですけど、グループ、超アメリカの B-boy、Hello girl な感じ、すごい、コレッジに通ってる方が、もうドラマでさ、あるんじゃないですか、イケメンたち。イケメンたちは、アニメエクスポとか、ルッカコミックスで、東京リベンジャーズグループやりませんかって声、かけてくるんですよ。すごーいと思って、絶対昔でありえなかったなって、見ながら。みんな、まあ結局、実は、多分、日本で絶対やらないなんですけど、アメリカとかルッカで、うわーすごい、一番うるさいグループは、東京リベンジャーズのコスプレイヤーです。まあ全然向こうで何も悪くとか思ってないから自由でいいやなってすごい思いました。6番目、多分これ今ね6番目なんですけど、もう3番に入ってくるんじゃないかなって私は信じています。
あの今ネットフリックスに放送されてるのチェンソンマンです。イエーイ。チェンソンマンね、私は漫画を買ってた時はちょうど去年ぐらいだったんですけど、イタリアで売り切れてたんです。チェンソンマンの漫画売り切れてたんですよ。ってな感じ。もうってなんか、出たばっかりなのにって思って、もう入れ切れてて、もう全然見つからなかったぐらいなんですよ。そう、チェンソーマンね、すごいかっこいいよね。確かに、なんだろう、今アニメちょうど放送やってるなんですけど、まあネットフリックスナンバーワンになりました。もうすぐトップ10に入ってたんですね、早い感じで。あー、もう なんとなく、あ、結構強くなるんじゃないかなって個人的にも思います。5番目はね、まあそうですよね、これもすごい海外人気気がしてたんですけど、これもちょっと国によって、呪術廻戦ですよね。そうだね、その呪い、日本の呪いとかお化けとか、そういうやっぱりいつも日本の歴史は特にはちょっと強い文化入れてるのアニメじゃないかなって思ってます。でこれは確かにすごい人気ありましたんですよね。なんとなくいつもコスプレ見てます。なんかどこでもアメリカのドンキとかにも売ってたんですよ。アメリカのドンキとか呪術廻戦と東京リベンジャーズのコスプレも売ってるものをよく覚えてます。でこれは、まあ、Netflix とかプライムによるなんですけど、4番目も、ちょっと意外だったんですけど、女性の中大人気になったのは、コミ can't communicate。コミさんはコミュニケーションできない。今ちょっと日本語で、タイトルちょっと違うかもしれないんですけど、すっごくシャイな方で、美少女なのに、超美人なのに、もうリアルライフ、もう普通の学校とか出るときに一切言葉出れませんとか、もうシャイすぎて増えたりとか、もう友達がいないって困ってるの美少女の話なんですよね。これはなんでこんなに人気になったのは実はね、意味あるんですよ。今新しいジェネレーションはどっちかというと SNS 活動が多いんですよね。どっちか私よりも10年前からアメブロ、ブログ、昔のブログをやってるなんですけど、あれはちょっと珍しいことだったんですよね。あと、毎日アップするじゃなくて、ちょっと時々をアップしたりとか、今日は何食べてるとかぐらいになったんだけど、今、アメリカで e-girl の言葉すごい流行ってるなんですけど、インターネットで生きてる女の子たち。みたいな感じ。でも確かにそうすると本当リアルライフ、イベントで会うと本当この子喋れない、全然目合わないってな感じは多いです。それなのにめっちゃ美人だし、よく写真を撮られてるに慣れてるのに、リアルライフで全然違う。なんでって、それがちょっと思い出す。だから結構人気があるんじゃないかなって個人的には思ってます。3番目はね、今ちょうど2つに分かれてるなんですけど、2つっていうか、そうですよね。1つはドクターストーンですよね。が結構人気があったんだけど、今同じぐらいもう3番、2番目。これはね、最近逆、もうすぐ逆になると思うなんですけど、今始まったばっかりからなんですよね。これは、スパイファミリーが始まりましたから。スパイファミリーもう、海外にも大人気なんですよ。ドクターストーンよりはスパイファミリー誰でも知ってるんですよね。アーニャちゃんピーナッツが好きというのセリフはもう人気だし、なんでこんなにスパイファミリーが人気なのって、だって3番とか2番目で撮るのはそのドクターストーンとブラッククローバーの間、まあ間ぐらいも国によってはもうスパイファミリーが入れてるんですよね。それは家族がやっと幸せに見えるから。なんていうんだろう、日本の家族のイメージがちょっと暗いイメージがあるんですよね。なんとなくアニメの中を見るとあんまり家族に見えない。特にそういうなんだっけ、恋愛、なんかこういうなんだろう、恋愛関係もあんまりそこまで見えなくて、そう、子供もこういうなんだろう、心を刺さっちゃうんですよね。その特に家族、若いカップル
ルの家族んですよね、どっちかというと。そんな感じはするんです。なんだろう、すごい私もすごいここからキャーキャーおしゃれなんですけど、確かに私の時代に正直あんまりそんなに思い出さないね、スパイファミリーみたいな感じは。うん、あとまあアニメーションもいいし、オープニングとエンディング超おしゃれで大人気になってる。あとはね、私の世代ちゃんと結婚してるのかって結婚してるの方と、結婚、みんな結婚、30とかはね、のれやさんってもう結婚するんじゃないですか、私以外はで、家族一緒にコスプレするのはすごい楽しいらしいんですよね。で、もうめっちゃ見れるんですよ、ネットで。アメリカにもいたんですよ。かわいかった。確かに私も娘とか息子がいたら、絶対アネアちゃんのコスプレをさせたいなってすごい気持ちが超わかります。わかるかな？私はアモレ君のアニアさせようかなってずっと思ってるんですけど、それで大人気になりましたんですよね。同じ感じで、これは、高校生の男性の中で、スパイファミリーよりはドクターストーンとブラッククローバー大人気ですよね。でもそれはやっぱりもう高校男性だけに強いらしいんですよ。で、1番目、もうアメリカナンバーワンぐらいになってた、正直ワンピースに超えた、ちょっと超えた気がしてたのはマイヒールアカデミア、僕のヒールアカデミアなんですよ。じゃーん。日本はね、あんまり聞いたことはないぐらいんですよね。僕のヒールアカデミアのコスプレイヤーもあんまりも見てないなんですけど、今は、ワンピース、ドラゴンボールよりは、それなんですよ。だから、その、ちょっと若い、二十歳ばっかりになってた人は、ワンピース見てます。かとか言って、絶対無理だよって言われるんです。絶対無理なんですよ。あれ、知らないってな感じになっちゃうんですよ。まあ、見た目で知ってるかもしれないなんですけど、まあ、やはり、中身はもう、ちょっと古いって、ああ、違う。僕のヒロアカデミーの方が、時代合ってるんじゃないかなってみんな思ってるし、まあ、ちょっとこういうアメリカンと日本の文化をミックスしてるの方が、すごいオリジナルを感じはする。でも特にアメリカは大人気の作品です。はい、こちらで、ランキング終わりました。しかし、今は、スパイファミリーとチェーンソーマン以外は、2つのタイトルはね、ちょっと注目してほしいなのは、ラムとブリーチです。それ、なぜっていうのはね、私はちっちゃい時から、ブリーチとかラムちゃんが見てたなんですけど、新しいジェネレーションはそういうことはわからないんですよ。うわー、すごい面白そうなアニメって言われ、昔からあるんだけどみたいな、ちょっとおばあちゃんですよね、昔から見たんだよってな感じなんですけど、やはり可愛いは可愛いしすごい面白いなんですけど、やはり違う。なぜこのリメイクなのは、多分前のジェネレーションと新しいジェネレーションを支えるために作ってるんじゃないかなって私は思ってます。だって両方の方が私たちも分かるし、でも新しい時代のためにもちょっとやっぱりオープニング書いたりとかいろいろ書いたりとかしてますよね。どっちかというとすごい楽しみだし、もうこれからもっとランキングの中でもうもっともっと上がるんじゃないかなって思います。イエーイ。それでこれですよね、もう世代変わりましたなんですけど、めちゃめちゃ面白そうで、こんなに素晴らしいアニメいっぱい出てきてるのは、うわー、なんかもう幸せで生きてよかったーってまたラムちゃんお父さんと一緒に見たいなって気持ちになってみたし、ちょっとね、今アメリカからちょっとまたちょっと太ったこっちの方が太ってるなんですけど、ちょっともう一回痩せたらね、実はもう一度ラムちゃんしてみたいなって思います。実はコスプレしたことあるんですけど、やっぱり新しいウィッグと、ね、もうちょっと違う感じもしたいし、ブリーチも実はコスプレしたことあるんですけど、14歳だったから超ブサイクなので、ね、すいませんはい、ということで、皆さんはどう思いますか？スプレはもう知ってましたか？自分たちの中で、逆に日本の中でどんな人気のアニメをぜひコメントで教えてください。あとぜひチャンネル登録も、いいね押して
ください。ありがとうございます。あとファンクラブとかにあのコスプレ写真とか秘密の動画とかいっぱい載せてますので、よかったら応援してみてください。待ってます。バイバイ。コミケとかに会いましょう。バイバイ。